皆さんこんにちは。今日は 3D ドリームアーツペンを遊んでみたいと思います。車が作れるセットと海の生き物が作れるセットです。車のセット開けます。いきなりライトが来る。赤と黄色。なんだこれ。ちっちゃいの。中身にはこんなのが入ってました。第4電池3本使います。現在ヘリコプター作ってみます。なぞったら、ででででマジカルライト。1分ぐらい当てます。1分間当てて固めたら剥がしてみます。きれい。プロペラー、こっちかわいそう。ヘリコプターのパーツができました。これを組み合わせていきます。本当にこれ魔法だね。ヘリコプターが完成しました。着陸してみます。着陸のままこのセットでは他にも車やバスやヘリコプターも作れます。もう少しでクリスマスなのでクリスマスツリーを作ります。の時間のうちです。今度は、の時間です。釣りの光を見た。クリスマスツリーが完成しました。あとはこれに飾り付けをしてします。それでは次に飾り付けをしていきます。こんなものを作りました。ちょっと雪だるまをつける。ねえ、二人の協力まで。このライト不思議なんで、じゃあ、ゲンタこう。クリスマストレイン。オッケーな感じ。いい感じ。
ゲンタがやる。あいててください。鉛筆だけで落ちませんよ。細かいやつをやっていく。使ってクリスマスツリーとヘリコプターを作ってみました。自分の好きなものが作れてとっても楽しいペンでした。ぜひ皆さんも遊んでみてください。バイバイ、また見てね。ケンタとじゃんけんいくよ。最初はグー、じゃんけんグー。みんな僕に勝ったかな。また次の動画も楽しんでね。バイバイ、また見てね。